に倒れた。恋人抱きしめて泣き崩れる男映すテレビニュース。誰かを愛したらその喜びと同じ重さの悲しみも手にするのか。永遠の別れがいつか来ることに人は皆気づいているから、君と出会ってこんなに切ない胸の奥が苦しいほど触れ合い、いたわり、日差しの中で短い時を共に過ごしたい。別れを告げよう。